ました。フロンターレこれがあるんです。森田中盤から出てきた、脇坂来た、脇坂左足、中盤から出てきた脇坂。そうですね、広島が、ね、前から、まあ、ボールを奪い、まあ、1枚がこう背後に飛び出す、まあ、そういったシーンもありますからね、はい、さあ浅野が行った、スピードなら浅野が行った、うん、浅野ボックス内、浅野の左足、自らドリブルからフィニッシュを見せました。浅野そうですね、まあ、奪ってから、ね、非常に早かったですし、まあ、最後、ね、フィニッシュまで持ってきましたからね。さてここから東ペレイラダイレクトで川辺が入ってきた、ペレイラの右足、うん、チョンソンリョンよく反応しました。見事なシュートでしたけど、3人目でね川辺選手が入ってきて、この落としですよね、うまく足の裏でねこう打ってくださいというようなボールをね落としましたけど、今シーズンはこのようにブロックを作られてもそこを割る力は持っています。ディフレクションあって、レアンドロ・ダミアンの左足、クロスバーを叩きました。強引にフィニッシュまで行ったダミアン、風にこうシュートを飛ばしてきますよね。まあ、茶島の方、まあ、旗手が入ることで、まあ、家永がインサイドハーフに、まあ、ポジションを移したと思いますから、はい、クロスを入れてダミアン、左からのクロス、レアンドロ・ダミアンが決めました。先手を取ったのは川崎フロンターレ、決め切りましたダミアン。まあ、クロスの、ね、質も高かったと思いますね。まあ、ここで持ち出して、まあ、少し、ね、選手交代に松本博也ヘディング、ここ弾いてまだあるか、荒木のクロスボール、ヘディパーサイド、もう一度コーナーです。ヘディングでしたけどね、まあ、いいコースにね飛びましたけどね。旗手ボックス内、旗手こぼれて、うん、三笘だ、これが首位の力だ、0対2です。こぼれたところ、最後は三笘薫、今シーズン10ゴール目です。つけますよね、まあ、この相手の隙をうまくついて、まあ、こぼれ球をね